っぱり勝っても最後にはこうなるんだよな。兄貴、レッツヤ、ヤバい感じだ。さっさと脱出するぞ。なるほど、最後にレーサー全員をここに集めたのもまとめてぶっ壊すためか。まったく、構えてんだあのジジイ。ぶつくさ言ってないで早くしろ。置いてくぞ。ああ、どうした。悪いレッツヤ、ちょっとタマ。はそうか、そうだよな、お前たちがいないわけがないよな。何言ってんだ兄貴、本当に置いてくぞ。俺と勝負したいんだろ。いいぜ、さっさと出てこいよ。俺は逃げも隠れもしないからな。いい度胸だ。この声、まさか。返すわけにいかないんだな。プロフェッサーも念には念を入れてということさ。兄貴、時間がない。二人で一気に。おっと、レズや手出ししなくていいぜ。え、何言ってんだ兄貴。今回の優勝者はこの俺だ。こんな奴ら俺一人で十分さ。俺たち相手に一人で勝負だと、随分と舐められたものだな。当然、レースもしないで最後の手柄だけ持っていこうなんて虫が良すぎだ。それに今の俺とレッツヤの二人がかりじゃ勝負にならないだろうからな。何バカなこと言ってんだ兄貴。レッツヤ、こんなところで2台もマシンを潰す必要はないぜ。男とを守るのは兄貴の役目。お前はマシンをしっかり守ってろ。身の程知らずが。いいさ、どちらにせよレッツヤの方も片付ける。先にこいつのマシンを始末してやる。時間がないからな、さっさと来い。兄貴、心配するなレッツヤ、別にやけになってるわけじゃないって。この大会で俺の力がどれだけ上がったか試すいいチャンスだからな。弟ならたまには兄貴の言うことを黙って聞いてろ。別に心配なんかしてない。仕方がない、負けそうになったら助けてやる。来い、勝負だぜ。
の俺には勝てなかったみたいだな。そう。兄貴、なんだレツヤ、まだ逃げてなかったのか。予定では兄貴が無様に負けて助っ人に入るつもりだったから。チェッ、素直じゃないな相変わらず。お前らも早く逃げた方がいいんじゃないのか。そろそろ本格的にヤバいぜ。覚えていろ、次は必ず。兄貴にしては珍しくまともなレースだったな。まあな、今までレースしてきた奴らの方が強敵だったからな、多分。そうか、なら兄貴が先に戦って正解だ。そんな相手と俺じゃ話にならないからな。お前らその性格直せ。おーい、何やってんだ、早く来い。あれ、お前らまでまだいたのかよ。ゴーが見当たらないから心配だって言うから戻ってきたんだよ。何言ってんだ、兄貴が可愛い後輩を放っておくないとか何とか言い出したんじゃないか。え、そっか。お前ら勘違いすんな。俺はただこんなところでライバルが消えてほしくないだけだ。僕もゴーキ君には借りを残したままだからね。とんだお人よしだな。何？喧嘩してる場合か。本当に時間がない、急ごう。あ、行くぞレッツヤ。
あれ？どこだここ？まあ、いっか。モードセレクト！フリーバトルモードだぜ！